前回セッティングしてちゃんと走ったんで、まあ、これはまあ市販化できるやろってことで、まあ、市販化していこうと思うんですけど、でちょっとネックがあって、タービン純正で買ったらめっちゃ高いんですよ。10万くらいしよるんですよ。で、なんかいろいろとこう安くする方法を今回ちょっと模索してみました。プラスジムニーって前期と後期でタービン分かれてるんですよ。それもちょっと検証してみたんでご覧ください。はい、はい、Amazon でビビりながら2万円のタービン買ったんですよ。普通ね、うん、あのタービンってリプレイスなんですよ、うん、修理用なんで、うん、外したやつを送ってくださいっていうのが大体なんですよ。そうやね、うん、だからその、うん、それを避けて探すの大変なんですけど返却せんでもええくて、それを込みで1万9000なんぼっていう素晴らしいタービンを、うん、これリビルドなん新品なんかな分からんけど、コア返却せんでもいいですってやつだったんですよ、うんうんうん、これで使えればもうとりあえずこれ買ってくださいでいいんですよ。タービンを付属しなくて、でこれがジムニーの後期用のタービンだった。ほう、5型以降やったかな6型以降やったかなに適合する JB23 の前の顔のジムニーですね、はいはい、JB64 かな、はいはい、なんで前の方のジムニーの旅です、うん、リビルトなんか中華の新品なんか分かんないですけど、うん、これが後期用らしいですね。お今つけてるやついろいろ調べたら前期用やったんですよね、うん、だからどこが違うかもこれで検証したいんですけど、まともやん言うてこれでかない。あ、ここなんかあれっすよ、部屋分かれてるで。これこれ後期がこういうもんなんか、リビルドダービンがこうなんか、まあ別に至って普通っすね、うん、ここから取ればいいね、スロットルの前のブースト圧は。でこれここ作るとなったら結構また大変っすね。これなんかまたちゃうねんな、なんかもうオイルラインつなげんでええかな、ここになくてもいけんねやったらなしでもええかもしれんね、うん、あるもんを取ってしまうのがちょっとね、うん、でもなんかなしでいけますよっていう人が多くて、うん、いけるかなと思ってるんですけど、このピッチが広いかもしれんねんな、それがちゃうんやな、うん、まずでこことここは多分同じですね。ここも一緒か。ガスケット合わせてみる。これなんか一個ステイが多いで。ほんまや。何それ。車体側なんかつくんかな。ガスケットも全部ついてきます、ね。ほんまや。最高やんこれ。でこれが前期用のやつと合うかどうか見ましょうか。これが前期のガスケットですけど合うかな。前期後期ガスケットはあちゃうわ。ちゃうわ。ほんまや。合えへんわ。合わない。ここが合わない。こことここと2箇所は合うけど。うんうん、こことここが合わない。ほんまや。ってことは前期のタービンで作ってもたのはちょっと痛かったかもしれんな。びっくりしたわ。全知全能のフランジができましたよ。これで前期のジムニーにも両方対応できますよ。これが後期のタービンなんでこっちに合わすんかな。あっしょだ、いけるわ。で前期はこのガスケットですからこれバッチグーですね。これ合うてますわ。これこれで全部タービン選び放題っていうことになりましたね。でこれが前期のタービンに合わなかった三角フランジですけど、それこれも合わない。嘘。だからやっぱりここは前期と一緒じゃないですか。これ前期に合わなかったんですよ。その品番出なくて形が2等からって思ったんですけど、うん、そいつ何者なん。そうやね、なんかもうちょっとちゃう。いっぱいあるワゴン R プラスとかこれより1個でかいタービンのやつかもしれないですね。ウエストゲートね、うん、別口になってる。ウエストゲーター化してやる。まず部屋があるもんね。まあ部屋ないんやけどその先結局、うん、そうやね。でこっちは合うんかな。これも一応検証しておきましょうか。合うね、合う合う、はい、でインレットも合うのかな。インレットは合う。ってことはあの排気側がちゃうね。排気のタービンアウトレットですか、うん、の方がちゃうだけですね、という結果になりました。まあこれ使い物になるなら激安なんですぐ潰れようがそんなもんどうでもいいと思うんで。いやいやいや、高速でめげたら大変よ。いやでも NA になるだけやから。あ、別にその人の命がどうこうってことはないんで、これも一つの選択肢としていいんでしょうか、うん、まあ国産のやつ新品で買うたら10万ぐらいするんで、うん、でクローバー社から出たやつメーカーもリビルド品結構売っとんで、修理向けのやつということでそんな感じです。はい、ジムニーの純正タービン中古で買うてみたんですよ。でこっちがこの間買うた、うんうん、修理用の新品ですね。どっか社外で作ってるやつでしょ、うんうん、これ2万円ぐらいだったんですよ、うん、1万9000円だったんで、これでまともに動作したらめっちゃええけどね。激安やね、うん、でもやっぱ新品のタービン10万ぐらいしますね、うん、あの本間の正規の。でも鈴木から買わんでもなんか日立とか IHI から買えるみたいですけど、広く世の中にリビルトとか修理用の部品って必要みたいなんで、あのプラグみたいな感じで、うん、その社外品をそのメーカーから直接売ってる分があるみたいな、うん、IHI はクローバー社っていう代理店みたいなとこあって、そこから買うことができるみたいですよね。まあでも電話してみてないんで分かんないですけど、トラック あのタービンとか常にずっとリビルトしてるみたいですね、うん、メーカー指定の工場になってみたいです。あ、そうなんや。メーカーがリビルト公認してるってことなんですよ。うん、まあそうするともう新しいの高いしね。でっかいトラックってターボないとめちゃくちゃエンジンでっかくなってしまうんで、うん、ターボ必須なんですよ、うん、
だからめっちゃ需要があるんですよね、その。これどうでもいいけど、なんか俺が思ってるターボのタービンの形となんかえらい違う。現場にも、あ、全部入っとんや。全部。ここなんかちょっとケンタッキーチックで厳重に梱包されてますね。樹脂製のティッシュみたいなやつ含まれてます。へー、すごい、何それ、ペットのおしっこを吸うやつみたいな。そうおむつみたいな、オイル出てくる系が。あー、そうか、分からん。油吸うようになったね、ちゃんと。うわ、めっちゃ汚ね。手では触れない感じですね。うまいな。ほんまにこんなんねんね。あ、これが純正のブロー。おー、これ何、これ何、それ何やろ、単なるチャンバーかな。これでアクチュエーター駆動するんやったらもう一個ニップルが出てそっちにいっとかなあかん気もするんだけど。うん、なるほどね。うん、今こっから俺あのブースト系取ってるんで、あまりブースト圧見るのにはおかしいやり方なんですよね。ほんまにアクチュエーター駆動させてこれ取ってるんで、うん、コンプレッサーの吸気圧じゃないっすね、うん、あのやっぱスロットルバルブの後で取らなあかんみたいな。うん、でここやな。あれ違うぞ、部屋が分かれてへんな。あ、ほんまやね。これが社外品の新品の修理用のやつ、うん、2万円ぐらいのやつ。こっち部屋分かれてる。ほんまやね。こっちの方がウエストゲーターチックやね。まあ寸各寸法は同一かな。そこはまあほぼアクチュエーターのステイがちょっと違ってて、うん、こっちはロッドが曲がってるんだけど、こっちはロッドがあまり曲がってないみたいな、ね、でこの辺は合うんやね。ちょっと違うけど、うん、まあこのガスケット出ないっていうね。みたいなパイプごとみたいな。でガスケットセットに、まあこのパイプとかついてきましたね、これね。まあ互換性はありそうですね。うん、でタービンで修理する都合上、うん、ちゃんと品番それに打刻してあるんですよ。ちゃんとここに書いてあるんですよ、うん、ここだけ綺麗やな、うん、HT06 のこれがジムニーの純正品番なんですね。ここで分かるんで、あ、これ調べた、この時だから向こうの人はこれを見てるんでしょうね。あで、うん、部品をちゃんとこれ使ってあれ使って、うん、だこれを普通にリビュートン出せば2万とか3万で、まあ、新品同等品質みたいになって帰ってきますね、うん、でこれが外品のについてきたガス。ああ、外品のやつやな、うん、それが合うかどうかやね。合うね。ああ、おたおた。でこのここのネジは使わんみたいな、中錆びてるんで違う車種用に開けてある、うん、ああ、これはジムニーで買うたや。そう、ジムニーやつやね、うん、後期型のジムニー用で買ったんですけど、これでもちょっと隣に何か書いてあるのこれ、 HT06 って書いてあるのかな、これね。あ、そうですね、うん、これは日立の品番。ああ、なるほど。日立と IHI がランダムについてるらしいんで、それは新車買う時の品らしいです。あのオイルシールとかやったら、今ホンダのバイクこうたら、うん、アライか NOK かどっちか、うん、オイルシールやったらそんな性能差ないやろうなって思うけど、うん、タービンだいぶちゃうんちゃうんって思うねんけど、メーカー違うたら修理用の新品車がいたり、まあ、中華なんかどうか分かんないですけど、もう寸法的には一緒なんで、うん、まあ、安いからどんぐらい持つかは分かんないですけど、うん、使えるって。とりあえず欲しい人は2万のタービンつけてもらえれば SR 多分なるでと。ということで OK ですかね。ではまた。